皆さんこんにちは、 C キューブコンサルティングの清水勉でございます。今日なんと初登場、 C キューブコンサルティングの去年入ったスタッフです、木村です。よろしくお願いします。で、今日はですね、今までとガラッと紹介まして、もう税理試験もうすぐですよ。皆さん少しずつ焦ってきたんじゃないかと思います。そんな中でこの木村君も税理試験受けます。皆さんと一緒ですよ、立場は。そこで今日は木村にどういうふうなこれまで勉強してきたか、今回はどういうふうにやろうと思ってるか、これを聞いてみたいと思います。最後まで皆さんぜひ聞いてください。じゃあ早速いきましょう、はい。じゃあ、まあちなみに、今年はね、木村何を受けるの？今年は相続税。相続税、はい、相続税は何回目なの？1回目。1回目。あ、そう。1回目で、今年の1月から、1月からスタートしたんで、結構カツカツですね。じゃあちなみにさ、木村、これまでは他は何？他は受けて、母財と、消費法人の4科目。受けたの？はい、受けて受かって、受かってんの？合格。すごいね、はい、4科目か。4科目、はい、あ、ちなみに小島木村君、なんとうちに来る前まで何をしていた？他の会計事務所ではないです。見た目ね、そこまで若く見えないですからね、新卒じゃありません。何やっていたか、役所勤めしたんですよ。厚生労働省にいたんですよ、10年間。キャリアチェンジ。さあ皆さん、この中にもキャリアチェンジ組いると思います。そして木村君はキャリアチェンジで4科目受かって、あとラスト1個です。そういう状況ですよ。相続税法、なんで相続税法なのよ。やっぱりそうですね、実務に使えるということで、で去年国税徴収法を受けてたんですけど、それは使えない上にうーんなかなか、ミスも許されない、そうだね、いわゆるミニ税法なので、ちょっとそこからチェンジをして、実務にも役立つ、ニーズもあるであろうと、資産税の一つである、確かにね、やろうかと、はい、それは 俺もナイスチョイスかなと思う。じゃあこれまでね、じゃあ4科目受かってたと、それまでその、合格体験記じゃないけどもさ、はい、じゃあその勉強の仕方とかね、こういう工夫を私してましたとか、はい、こういうこと注意しながらやってましたとか、直前期こそ基本に忠実に、応用的なものにはあまり惑わされるな、あとは理論でも細かい括弧書きとか、そういうことはあまり気にせずに、時間との兼ね合いを考えて、一番大事なところを、ちょっと端折ってもいいから書くんだと、そういう意識も私もしてましたし。勉強どうでしたの？大体要は予備校か、家かでやって、自宅でやってました。あれ、その時は木村、独身だったの？結婚してたの？自宅で勉強してる時は、結婚した後ですね。なので妻が仕事に行ってる間に、自分は一人で家に残って家事やりながら、その間仕事してなくて、そうです、仕事を2年間してなかったので、退職した後。素晴らしい、専念したわけ。専念しました。今回自分の A ランク、 A ランク、これは出るだろうっていう、テーマですよね。それは、相続税であれば、もう計算では、小規模宅地等の特例とか、あとは配偶者に対する相続税額の軽減、これは絶対に出るんで、絶対出るの計算で。絶対出る。多分配偶者がいない設定は多分ありえないと思うんで、あと必ず宅地が遺贈相続で移転するっていう事例は多分ほぼ 100% 出ると思うので、そこは絶対外せないってことね。外せないですね。ただ金額は合わせられないので、そう、計算パターンとか、あとは、小規模宅地等の特例に該当するかどうかの、判定、居住なのか事業なのかとか、と合わせたいなと。なるほどね、はい、理論はまだそこまでこう、理論はまだ ABC とかないの？まだどうなんですかね、まだ一通り全部ですかね。で、最近出てないのは債務控除とか、あとは措置法70条、国等に贈与した場合の非課税、このあたりは最近出てないんで、怪しいかなとは思ってますけど。じゃあもしね、はい、もし山をね、もう強引だよもし理論、理論で山を張るんだったら、
じゃあこの3問とかさ、この5問ってもしね、はい、無理やり はめるとしたらさ、はい、どういうのを考えてるの？考える？理論だったらそうですね、やっぱり、まあ、債務控除とか、うん、あとは、まあ、措置法70条の非課税からの期限後申告、うん、修正申告、うん、2年経っちゃうと課税されてしまうっていう、うん、あの規定がはまった時の、じゃあ修正申告する人、期限後申告する人、うん、誰ですかとか、しっかり適用できてますかっていう問題は出るかも。いや、出ます。さあどうでしょうか。もうね、思い切って皆さん、実は相続税法一応やってるけどどうしようかなって迷ってる人は、この2問最後の最後に山張ってもいいかもしれないの、こう賭けですよ。じゃあ皆さん、引き続きまして、さあ登場したのは、なんと C キューブコンサルティング4月から入社したて超フレッシュ、3月まで大学生だった明石くんです。22歳。じゃあ早速、さっきの木村くんと同じような質問形式で進めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ明石はまず今年、はい、受験自体何回目なの？初めてですよ。どうですか皆さん、初めの方もうぜひ、いい意味でのライバルですよ、仲間でありライバルですよ。じゃあ今年は何、初受験で、はい、何を受けるの？簿記論を。簿記論、はい、簿記論か、まあそうだよね、1回目だからね。座標受けないの？座標はそうですね、今年は簿記論だけで。なんで簿財セットじゃないの？そうなんですけど、なんか、まあ、初めてだったので、うんうん、まあ、簿記論だけでも、うんうん、と思って。なるほどね、わかりました。簿記論の1回目ですよ。皆さんもそんな経験あったと思います。あの明石としては今ここ最近というか、まあ、去年からだけど、そのどういう勉強の仕方を今してるの？今はもうとにかくテキストと、うん、まあ、トレーニングを解いてっていう形 で最近やっぱ4月から、うん、あの棚村さんの動画を見て、うん、もう徹底的に、うん、もうテキストレベルの、うん、もう基礎の問題をもう落とさないように、うん、もう丁寧にやろうっていう、ここ今は心がけてます、うんうん。でもさ、今まで学生だったじゃない、はい、まあ、うちにアルバイトでちょっと来てたけども、それでもまあ時間はまだあったじゃない、はい、で4月になってさ、まあ、毎日ただの仕事じゃない、朝から夕方まで、はい、で学校も行きながらと、時間、勉強時間って平日はさどのぐらい取ってんだよ？平日は正直ベースが短くて、まあでも1時間はやろうと思ってて、毎日、まあ、はい、あんまり集中できない時もあるんですけども、うんうん、まあ、1時間はやろうと思って、うんうん、調子が良かったらもう3時間ぐらいは。平日にやんの？はい。それすごいね。頑張ってます。いいじゃない。で土日は？土日は目標としては10時間なんですけど、うん、まあもう6時間だったりとか、うん、やっぱりちょっとまあ届かない、うん、それ1日？1日です、うん、じゃあまあまあだよね。で今の簿記論っていうのはさ、最近の傾向っていうのは 100% 計算なのか、まあ、座標とは違うだろうけど理論っぽい問題も出てるのかって。あ、そうですね、やっぱり理解をしてるのか、うん、2個会計処理があったら、うん、その対比を理解してるのかっていう部分も問われてるので。でも何、統連みたいなのってあんの？まだ。そうですね、もうぼちぼち始まってます。統連で成績がね悪かったから落ち込む人って俺の受験生時代もいたんだけどさ、はい、俺はそんな関係なかったと思ってるのね。自分のペースがあって合格するでも当日に目指して自分自身の勉強のやり方で俺、はい、もう突き進めばいいと思ってるから、一喜一憂ねしなくてもいいかなって思ってはいるからね、はい、変に落ち込み方は絶対しない、はい、じゃあちなみにさ、まあ、簿記論だからまあ計算だからあんまし自分で A ランク B ランクってあんのか？ A ランク B ランク、あ、まあ、やっぱり問題を、まあ、一目見た時にこれがどんぐらいで解けるのかっていうのが、うん、これを解けそうにないなと思ったら飛ばしたりとか、うん、あ、そう、そうです、うん、まあ、基本的にはもう初めからも諦めちゃダメなので、うん、やってみようと思うんですけど、うんうんうん、まあ、いい意味で飛ばしてっていう感じにしてます、うんうん、なるほどね。だから簿記論って山も張るってのはちょっとそれはないのか？
どう？そうですね、まあ、基本的にもう商品売買も絶対、うん、まあ、当たり前に出るので、うんうんうん、あとは、うん、個人的には、うん、ちょっと本支店会計とかリースとかが出るのかなって、うん、まあでもいつ出てもおかしくないので、うん、つまり最近出てないってことなの？そうです、3年前に出たので、うんうん、別にもう出てもいいんじゃないかなって思ってます。さあ、いかがでしたでしょうか。簿記論1年目しつこいけど、簿記論1年目、22歳、初受験ですよ。いいな、フレッシュ。さあ皆さん、初心に戻って本当に頑張ってほしい。頑張ってください。ファイト。さあ、さよなら。最後ちょっと適当なりすぎちゃった